あとマカ、本音で話そう。ストライカがどれだけひどいか認めようよ。本当に誰がラジオに出て言うの？サッパッカーズストライカだ。僕はトントンのビキニを着るランダムは面白いだろ。あの人はどうやって空中にいるのかわからないけど、ストライク FM のステーションはどうやって対処してるのかわからない。フェンボーイズは何ですか？なんてこった。悪いアイデアはないと思う。王を言わないとボールジェに気づかないのか。ストライカーのツイッターでフェンボーイについて何を言ったか教えてください。それが私が彼に放送でやらなければならない最後のことです。ディスコードサーバー、イエスプリーズ。ストライカー、ノー。